こちらは天守最上階南側ですこちらから見える小笠山を越えると円州などがありますそして手前に見えるのが JR 掛川駅です新幹線の駅舎で木造なのは掛川駅だけですそしてこの先の交差点の東西の道路が旧東海道でその東側に見える大きな門が掛川城の大手門です